今日は一等三角点のある日本一低い山の蘇鉄山にやってきました。これが看板書いてあるところです。ちゃんとね。で、ここが登り口になってるので早速今から登ってみたいと思います。やっと到着しました。大変でした。ここは、さっきの場所から徒歩50歩ぐらいのところにあります。50歩も行かないかもしれないです。で、こちらにあるのがその一等三角点です。蘇鉄山に到着しました。ここがその石なんですけど、一等三角点にはこういう柱石が置かれています。これは決まっているらしいですよ。ここは、南海本線の堺駅の近くにあるんですけども、ここに説明が書いてあります。蘇鉄山は幕末に黒船に備えて、お台場砲台が築かれた場所を、1879年にここに大浜公園として開放されたらしいです。この蘇鉄山の約300メートル東南にあったおかげ山のところに近代地図の作るためにこの基準となる一等三角点が1885年に認定されたらしいです。で、この蘇鉄山の標高 6.97 メートルのところに移設されたそうです。はい、ここは蘇鉄山というだけあって、いろんなところに蘇鉄が植えられています。ここに石がたくさん積まれていて、多分ここが一番高いところになると思います。で、こっちには大浜はね、結構前海があったんですよ。なのでここから多分監視ができたんだと思います。登山認定証を発行してくれるみたいなので、後で認定証をもらいに行ってきます。蘇鉄山から降りてきて、この辺は大浜公園一帯なんですけど、ゆったりしててみんな散歩に来られてる方が多いと思います。じゃああっちに行ってきます。で、場所はさっきもちょっと言ったんですけど、車で来る方は大浜公園のところに止めてすぐの場所にあります。で、電車も、向こうに南海本線の堺駅があるので徒歩10分もかからないところにあると思います。すごく便利のいいところなので、ぜひ堺に来た方は一度ここを寄ってみてもいいかと思います。それでは今からね、神明神社の方で登山認定書をもらいに行ってきたいと思いますので、行ってきます。こっち、南海の堺駅にある神明神社にやってきました。ここはね、ここに説明が載ってるんですけど、堺のお伊勢さんと言われているみたいです。あの伊勢神宮のね。で、ここに来たのはさっき蘇鉄山に行ってきたんですけど、このもう先にもらってきました。登山認定証をここで発行してもらえるので、これをもらいに来たんです。これはね、平成11年から交付しているそうです。で、これをもらうのに50円以上のお心を払って、もらいました。中行ってみます。ここに鳥居があるんですけど、鳥居の形はね、普通端っこの柱が丸の形をしていると思うんですけど、ここは
四角形、四角形になるのかな、ちょっとここ違うけど四角形になっています。ちょっと珍しい鳥居でした。じゃあ今から賽銭をしに行ってきます。ここになんか賽銭の作法とか書いてんで、完璧。ここはね、堺駅のすぐほんと近くにあるので、あるんですけど、まず蘇鉄山に行って登山をしてから、ここで登山の認定証をもらいに来てください。まあ多分迷子になることはないぐらい近いので分かりやすいと思います。では以上、ここ神明神社前でした。